こちら、おい、流れておいで、流れておいで、あ、そう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 、2例2泊1例さんから、ご縁いただきまして、で、今年1年いい年になりますようにということでね、お賽銭投げられてるんですよね、カブラキね、うん、お賽銭神社だと確かに推しを神格化しちゃうみたいな話は聞くし、なんか現象としてあるのは知ってるんだけど、なんかそういうことじゃなくない、推しの神格化って、これちょっと違うよね、これカブラキの知ってる推しの神格化と違うんだけど、推しがもう絶対的な神様になっちゃうみたいなのが問題視されてるみたいなの知ってるんだけど、これそういうことじゃないよね、多分ね、ちょっと違うよねあれスパチャだったのよ。あ、でもカブラキ今年の初詣行った時に、あの友達と行った時にお賽銭投げることを神様へのスパチャって言って、その時カブラキも友達も財布持ってなかったからお賽銭を投げれずにお参りしたんだけど、まあ、でもスパチャしなくてもコメントしてくれるだけで嬉しいし大丈夫だよねみたいな感じのごまかし方をしてお賽銭を投げずに初詣のお参りをしてきました大丈夫だよありがとうございました。送り先間違えてますよということでね、お近くの神社にね、投げ込んだ方がいいかなというふうに思います。ありがとうございましたというわけでここまでお付き合いいただき誠にありがとうございました。おつらかでした。いってらっしゃい。